ゴーストライダーはアメリカ合衆国の出版社マーベルコミックスが刊行しているアメリカンコミックスに登場するオカルト系スーパーヒーロー及びそのヒーローが主人公のコミックシリーズのタイトルである。ゴーストライダーは燃え盛る炎に包まれたサレコーベの頭部を持つバイク乗りの姿をしたアンチヒーローで復讐の精霊の異名を持つ 普段は宿主である人間の姿をしているが、その力が必要になると変身する。1972年8月観光のマーベルスポットライト5で初登場し、1973年よりゴーストライダーを主人公とした単独作品ゴーストライダーの観光が開始され、1983年の第81号で完結した。 その後、1990年より、ゴーストライダー第2シリーズが開始された。サーカスのバイクスタントマンの青年ジョニー・ブレイズは、悪魔、メフィストの呪いによって、古代の悪魔、ザラソスと一体化したことで、ゴーストライダーとなる。やがてザラソスは、ジョニーの体を乗っ取ろうとしていることが発覚し、激しい戦いの末に、ザラソスを封印して、 元の人間に戻るまでを描いている。その後、下記の第2シリーズにおいて新たなゴーストライダーが登場したことを知ったジョニーは、ザラソスが復活したと誤解して2代目ゴーストライダーと戦うが、その戦いの中でゴーストライダーの持つヘルファイアを吸収し、新たな力を得る。そして、ゴーストライダーを助けて戦うサブキャラクターとして活躍することになった。 第2シリーズ中断後の2001年に刊行された第3シリーズにおいてジョニーが再びゴーストライダーとなっている。ごく平凡な青年ダニー・ケッチは姉と共にギャング団の構想に巻き込まれた際、スクラップ置き場にあったバイクの燃料キャップで輝く奇妙な紋章に手を触れ、新たなゴーストライダーに生まれ変わる。こうしてダニーは罪なき者の血が流された時に現れる。 復讐の精霊として、その復讐を行う使命を与えられる。当初は、ゴーストライダーに変身する力はバイクからもたらされていると思われていたが、バイクのない状況でも紋章が現れて変身が可能になったことから、ダニー自身がゴーストライダーの力を持つことが判明した。第2シリーズは、ゴーストライダーの正体の探索が重要なテーマとなっていたが、 1998年に観光の93号でシリーズは終了し、完結編と予告されていた94号は未観光に終わった。93号では明らかに死んだと思われていたダニーであるが、1999年観光、ピーター・パーカー、スパイダーマン93において、ゴーストライダーがゲスト出演した際に生きていたことが判明し、 分離していたダニーとゴーストライダーは再び合体した。その後、初代であるジョニーのゴーストライダーが復活して2代目、ゴーストライダーの物語は放置されていたが、2007年になって、第2シリーズ完結編となる、ゴーストライダー、フィナーレが刊行された。銃やナイフといった武器では、傷つくことがなく、簡単にトラックを持ち上げられるほどの怪力を持っている。 ゴーストライダーの乗るバイクは超自然的な力によって強化されており、高速で走るだけでなく水面上を走ったり、垂直の壁を走行することが可能である。二代目ゴーストライダー以降は、奮闘付きチェーンを武器としており、通常の武器として使う以外に、チェーンの輪の個々を分離させて、多数の敵を攻撃するといった使用法も可能。それ以上に強力な武器としては、 目を覗き込んだ相手に自分がかつて犯した罪と他人に与えた苦痛のすべてが降りかかるペナンスステアという能力を持ち通常の悪人ならば廃人になりかねない心身のショックを与えることができるこれらの能力は本来は初代ゴーストライダーが使わないはずであったが2000年代に復活したジョニー版ゴーストライダーも使用しているゴーストライダーという名のキャラクターは マガジンエンタープライゼスのコミックスに1949年から登場している。同社の作家レイ・クランクとアーティストのディック・ウェアーズによって生み出された。馬にまたがったカウボーイスタイルのゴーストライダーを主人公とした西部劇コミックで後のマーベルコミックスのシリーズと比較するとホラー要素の強い作品である。しかし、このシリーズは コミックスコードの導入と共に終焉を迎えることとなった。後にマガジンエンタープライゼスの権利が消滅するとマーベルコミックスがゴーストライダーの判権を取得。1967年にゴーストライダー1を刊行している。カータースレードを主人公としたこのシリーズはマガジンエンタープライゼス版と同様に西部劇を意識した作風で描かれているが、 コミックスコードの関係でホラー的な要素は廃止された。1972年にジョニー・ブレイズを主人公としたシリーズが始まるとファントムライダーという名称に改名。一行、マーベルの様々なコミックスでファントムライダーはゴーストライダーとは別のキャラクターとして活躍していくこととなる。1995年に 小学館プロダクションより3巻まで観光。1.2巻は、第2シリーズの第1号から第7号を収録。3巻は、ゴーストライダーがウルバリン、パニッシャーと共にブラックハートと戦う、クロスオーバーストーリー、ゴーストライダー、ウルバリン、パニッシャー、ハーツオブダークネス、ゴーストライダー、ウルバリン、パニッシャーザダークデザインを収録している。 また、同じ1995年に、同社より発売された、X メインの3巻は、1992年に行われた X メンとゴーストライダーの、クロスオーバーストーリーであり、第2シリーズの26号、27号を、収録している。マーベルシネマティックユニバースに属する作品なお、フール独占配信タイトルとして、ガブリエル主演のドラマ、 ゴーストライダーが制作される予定だったが、制作中止となった。マーベル、ゴーストライダー単独ドラマが、制作中止。ありがとうございます。